味がありますね、お店に。あ、美味しい。でこれもう一つ神社があります。本当だ、趣のある神社だね。またこれが、これが竜宮神社ですか。これ竜宮神社です。なんかすっごい海の感じがする。この辺りの漁師さんたちが、はい、信仰をしている竜宮神社。実はもう一つ東側の方にも同じ竜宮神社というのが別にあります。なんか竜宮っぽいもん。ちゃんとさっきの松原さんも竜宮さんも、うん、南海の方を見てる。やっぱり 海を守って海の方を見てる。ちょいとした小田原の街を紹介する動画を撮ってます。美味しいですよ、こちら。こちらのかまぼこおすすめだと。あ、脇屋さんのところ。脇屋さん、塩辛も一番美味しいです。塩辛も美味しいです。塩辛買って帰ろうよ。新庄も美味しい。新庄も美味しいです、ねね、はい、自分でいいところ一番大事にするのが一番いいと思います。だからここやっぱり寄るんですよ。次箱根行ってもここから通るわけ。なるほど。ここは帰るんだけど、もう結構通ってらっしゃいますか、ここ。もう何十年で。そうだよな、何十年じゃない。そう、来てるな、40年来てるよな。きっかけは何だったんですか、一番初めは。人からのあれもあるな、紹介もあるな。あ、紹介されて、ここ。それで、ここからずっと必ず通るね。なるほど。いつも何買って帰らっしゃるんですか。さつま揚げってな。新庄とさつま揚げ。こんにちは。こんにちは。これ何と何が違うんですか。こちらの白い方が甘口の方。あら、こちらが。いい、食べて、うん、いただいてみましょう。まずは麹。これが、はい、麹ですね。よ、これも美味しい。先ほどありがとうございました。すいません、お邪魔してます。あ、うん、美味しい。これこっちの方が好きかも。すげえ豊かで味が。どっちの方が好き。こっち。あ、麹。白いご飯に乗せて合う、食べるというか。うん、じゃあお酒によく合う。確かに違う。確かにそうだよ。塩辛買って帰ろうよ。うん、私もちょっと、塩辛うまい。美味しいでしょ。すごいうまい。あ、どっちにしようかな、私。あ、どっちにしよう。まずはつまみにしようかな、私。あ、そしたら俺じゃ白いの。飲みたくなっちゃったもん。そうだよね。うん、ダメだ。口の中が出来上がっちゃって。もう出来上がってきちゃったよ。どっちも美味しい。美味しいですよね。ちょっとお願いがあるんですけど、はい、さっきのその40年来のお母さんたちが言うとさつま揚げが出てくるよって言われたんですけど、さつま揚げ買いたいっす。あ、言っちゃった出てきますよ。今朝揚げたさつま揚げ。さつま揚げも一緒に買わせてもらえれば大丈夫です。やったいいですか。じゃあ極秘の奥から出てきましたさつま揚げ。さつま揚げくださいって言ったら出てくるかもしれないですね。出てきます。ここには出してます。あ、美味しい。あのね、うん、噛めば噛むほどね、味がブワーって出てくるの。お、美味しいですね、これ。出汁がすごく出る。おでんなんか。あ、すごい。あ、おでん絶対合いますね、これね。お、私も欲しい。いただきます。あ、これ美味しいですね。これ絶対おでんに合うわ。あ、出汁が本当ですね。ちょっとやっといい。うん、でも前に置かないんですね。なんかね、これは言わないと出てこないですね。大体的には。いや、いい人と会ったね、さっきね。いや、これ伝わんないだろうな。絶対食べた方がいいよ。うん、東はんぺんとか新庄とかいろいろありますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。また来ます。ありがとうございます。また来ます。また来ます。ありがとうございます。いや、よかったよかった。ガチャ。はい、味がありますね、お店に。
さっき言った13メーカーのかまぼこ屋さんの他にいろいろなところが協力をしておでん種を作ってます。おで、あとは民間から市民の人から毎年創作 の, おでん種をコンテストみたいなのをやってそれも出したりしてます。お小田原おでん本店さんにお邪魔しました。おお、目の前でやってくれるんですね。あ、おしゃれですね。丸のかまぼこ屋さんのおばあさんのお家を改装して作ったそうですよ。うん、小田原おでん本店さんに来ました。お店の様子をちょっと見せていただきました。はい、町の人たちがおでん種を作ったりいろいろ工夫されているそうです。はい、ぜひいらっしゃる際はご予約を。そうだね、ご予約を。今日も満席だということです。満席でした。食べたかったですけど食べれませんでした今回は残念です。また来ましょう。はい、はいはい、というわけで平井さんと巡りました。はい、小田原の街でしたけども、はい、いかがでしたかね。もうむちゃくちゃ身近になりましたね、はい、小田原の街が、ねはい、いろんなとこあって面白いでしょ。はい、ね、やっぱこうもともとすごいお城の城下町だった感じと海が近くにあって、はい、山があって宿場町でもあったということで、ね、はい、その感じがすごい町に残ってますね。いろんな顔があるので。そうなんです。北条時代、江戸時代、明治になってからも、まあ、こういう別荘地になったりとか、はい、宿場町、城下町もいろんな顔が持ってるので、うんはい、ご案内するとね、はい、大変なんで選ぶの。ここもここもご案内したい、ここもご案内したいっていうのがいっぱいなってしまうので大変なんです。平井さんにとって小田原一番好きなところってどこですか？いやー、好きなとこどこって言われても一番困るんですけども、はい、なんせ全部非常にバランスのいい町です。うん、海よし、山よし、天気よしということで、うん、非常にバランスのいい、うん、で本当に冬でも雪がほとんど降らない、うん、35分あれば東京に出れる、うん、非常にこう住むには、うん、過ごしやすいところですので、うん、本当ですね。冬は暖かく夏涼しいということで、はい、泊まんなくても東京とか埼玉から来て一日遊んで日帰りできちゃうんですよ。いや確かにそうですね、うん、それは十分に感じました。そうなんですよ。 いい街でした、うん、青函亭に来れば、はい、もうすぐに平井さんにご案内していただけるんですか？はい、電話してくれてもいいですし、はいはい、ご相談してくださいませ、はいはい、じゃあ一回ここに電話をしてくださいと、はい、ここにね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかったです、はい、またよろしくお願いします。ぜひ、はい、とも遊びに来てください。はい、それではまた来週、小田原でお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。